はい、早速今日はですね、前髪の作り方と前髪のアレンジについて紹介していきたいと思います。まず前髪を濡らしてきました。ちょっと乾かします。乾かしました。前髪の長さはこのくらいです。はい、まずはシースルーの前髪を作っていきたいと思います。そこで使用するのがこちら、パペペのジョイントヒートカーラーです。結構いろんなところに売ってるのかな。 38mm の太さのものでいつも前髪を巻いてます。前髪を巻いていきたいと思います。だいたいこんな感じでざっくり前髪を取っていただいて、上に向かって強く前髪を巻き込んで巻いています。結構痛いよってぐらい強く引っ張って巻いています。それぐらいしっかり巻いてあげた方が前髪の巻きがとてもいいので、ちょっと痛いですが強めに巻いてあげてみてください。カーラーはおでこにかぶらないぐらい上に巻いています。ドライヤーで熱を加えるバージョンでいきたいと思います。一番熱温度が高い、そして一番風量が少ないモードで熱を加えていきたいと思います。熱を加えて20秒ぐらい置いてから、今度は冷たい風をかけて冷やしていきたいと思います。髪の毛は熱を加えて冷めた時に形ができるので、冷やすのはとっても重要なポイントです。はい、どうかな。シャーン、いい具合にカールが効いてくれてます。このままでは前髪のボリュームがかなり多いので、横の毛をサイドに流していきます。こんな感じですね。必要な毛の部分だけ残して、重たい部分はサイドに流していきます。で、ここで使うのがヘアスタイリング剤マトメージュ。横の毛を抑えるようにスタイリング剤をつけていきます。こうすることによって前髪を薄く見せることができます。耳にかけてシースルー前髪アレンジの完成です。はい、そしたらお次は大人目前髪を作っていきたいと思います。だいたいざっくり分けたい方に前髪をサイドに持っていきます。分け目がパックリ割れているとちょっと不自然なので、ざっくり指で分けていくのがポイントです。そしてここにドライヤーで熱を加えていきます。で、ピタッと熱冷ましをします。さあ、冷めたかな。外します。はい、こんな感じでくっついてくれました。ここからさらに外に向かってこのようにくるっと毛先を巻いています。流し前髪の完成です。はい、お次は私が普段やっている前髪の埋め方について説明していきます。だいたいいつもこのぐらいの間隔で前髪を分けて、量の多い方の前髪を留めていきます。ざっくり指5本で若干このように回転させて、ここを固定していきます。はい、で、後ろの髪の毛をかぶせてあげて、ピンが見えないようにしてあげます。で、ここをスプレーで固めてあげると前髪がキープできます。お次はですね、私普段はセンターで前髪を分けて流し前髪を作ってるんですけど、そのやり方を説明していきます。ではまたカーラーで同様に強めに巻いていきます。では外していきます。ピッ毎回これちょっと若干パターンが違うから面白いんだよねここからこんな感じで前に前に押し出してあげて、真ん中で分けていきます。前髪の立ち上がりをすぐにキープしていきたいと思います。ケープ史上最強キープ、これで固めていきます。でなんですけど、直接髪の毛に振りかけるのではなく、このように指につけて前髪にケープをつけていくようにしてます。ブラシで整えてあげたら完成です。今日も見ていただいてありがとうございました。よかったら参考にしてみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いします。また動画投稿しますので、ぜひ見てください。